はい、じゃあ今度はベルファイアですね。やっぱね、5月にね、3台分来ますからね、うちは税金が。このベルファイア5万8000円でファイナルアンサーでございます。ナイト2000と足して、まあ、16万ちょっとですか。それからもう1台ありますんでね、あっちの方はまだ来てないんですけども、軽自動車なんであっちの方は安いのかな。うん、でこれはもう車検を先月終わったところなんで、こっちは心配ないんですけども、車検代27万ぐらいだったかな。ちょこちょこ直しましたんでね。それで私の場合トヨタさんでやってもらったんで、隅々まで本当に丁寧にしてくださいました。うん、まあグッとくる価格でしたけどね。うん、いろいろとかかるもんですね。物入りですね、やっぱりね。よし、じゃあこれもペイペイかなんかで払ってきます。はい、じゃあね、ベルファイアの方も税金払いますね。さっきナイト2000の税金を払ったんですけども、今回またね、さっきナイト2000に10万1200円払ったんで、すっかりなくなっちゃいましたから、もう一回チャージします。チャージは、5万円ですね。はい、チャージね、今日ね、5万円を3回したんで15万円もペイペイの方に入れました。で、これから支払うわけですけども、支払いの仕方簡単です。この支払うってボタンを押すでしょ。で、バーコードスキャンを選択するでしょ。さあ、こういうのになるんで、バーコードをここに合わせて読み取るんですよ。そうすると、ほら、5万8000円払いますかって出るんで、支払うってのを押すと、これで支払い完了なんですよ。で、車の税金もこれでね、払いましたね。で、今回、5万8000円払ったんで、580円が、付与されるということで、バックされるんですよね。たった 1% なんですけども、まあね、もらえてよかったというところですかね。はい、ということでね、ベルファイアの税金も5万8000円払うことができました。ペイペイで払うと、まあ、すごく自宅で払えるんで簡単ですよね。で、去年はね、クレジットカードで払ったんですけども、ちょっと面倒くさかったです、クレジットカードも。まあ、けど今回はこうやって、うん、本当にワンタッチというかね、嬉しいですね、こういうの払い方ができると。で、ペイペイバックとかがなんかね、10% とか還元とかだったら、ものすごく大きくなるじゃないですか。まあ、それはちょっと難しいと思いますけども、今回は、まあ、ナイト2000とね、あと、ベルファイアと、2台とも、これで今日払えたなってことですね。総額いくらですかね。11万2000円と5万8000円でございます。まあ、16万、1日で払っちゃったということで、払いたいですね。はい。では、今日は以上ですね。はい。ありがとうございました。どうも。ペイペイで自動車税も払える時代がやってきました。くまモンにはね、なかなか乗ってあげられなくなっちゃった。うん、これで税金かかんないからいいですね。